スーパー大火星は、福井県大井郡大井町で行われるイベントである。旧大井町の各地で行われている祭り、大火星をモチーフとして、1995年から大井町実行委員会などが主催となって開催されている。イベントは毎年8月上旬に行われ、20メートルの大松明に火をつけ立ち上げるメインイベントとともに音楽連動型の花火などが人気を集めている。江戸初期から始められたと言われ、保存会の人々により300年間続いてきた豪壮な火祭り。福井県の指定無形民俗文化財にも指定されている。8月23日24日の2晩続けて行われ地区の入り口に近い火星山で挙げられる。大松明は長さ14メートルのヒノキに横木を5段輪状に束ね、葦やススキを乾燥しておいたものを結んで作り、初日は伊社、那木神社へ、翌日は熊野神社へ奉納される。その後、火星を山上に上げ午後8時頃、高張提灯を先頭に、笛、鐘、大太鼓で囃しながら、各自松明をかざし、火星山へ登る。約1時間笛、鐘、大太鼓の合図に従い、大火星に点火し垂直に立て、回転させ、また倒しては起こす。これを数回繰り返す。燃え尽きると、高張提灯を掲げ、伊社、那木神社まで歩き、境内で夜遅くまで踊り続ける。元は、愛宕信仰に基づく、火災鎮護の祭りであり京都の愛宕山まで種火をもらいに行く。開催当日の JR 小浜線では通常ダイヤに、加え、花火終了後を中心に、スーパー大火星号と称した臨時列車を両方向とも運行する。ありがとうございます。